iPhone 12を買ったら、この設定を必ず確認しましょう。皆さん、こんにちは。水おじさんです。さあ、いよいよ発売された iPhone 12ですが、やはり買ったからには、初期設定の人もデータ移行した人も、新しい端末の設定を見直していきましょうという動画です。快適に使える、バッテリーが抑えられるなどの設定を7つ紹介していきますので、ぜひ最後まで見ていってください。また、このチャンネルでは iPhone の着信音を変えたり、大画面テレビに映す簡単な方法などを動画にしておりますので、よければチャンネル登録をして他の動画でもお会いいたしましょう。はい、それでは iPhone 12の設定を見ていきましょう。まずはディスプレイ関係を見ていきます。まず設定からですね。一つ目はディスプレイ関係設定をして、続いてこれ画面表示と明るさをタップします。そうするとここ外観モードというところに来て、この外観モードではライトかダークかを選べます。でこれってライトだと明るくて、まあダークモードだとちょっと暗くなるんですけども、こう結構暗くなるんですね。この黒になった時って iPhone 12って全部有機 EL ディスプレイなので、有機 EL っていうのは黒いところは発光してないんですね。発光してないっていうことは電気を全く使っていないので、ダークモードにするとかなりの省電力になります。なのでバッテリーを気にする方はここをダークモードにして省電力にしましょう。そしてその下にすぐ自動というところがあるんですけども、ここを自動にしておくと日中はライトモード、夜になるとダークモードという風に切り替わってくれます。で、さらに時間の方も決めれて、下にオプションのとこあるんですけど、このオプションを選んで、カスタムスケジュールにすると、時間の方も選べますので、ここで好きな時間を選んで、ダークモードとライトモードを切り替えることが可能です。私はめんどくさいので自動にしてます。日の入りから日の出までの自動にしてます。そしてその下ですね。その下にこのトゥルートーンっていうのがあるんですけど、これ結構ね、今オンにしてるんですけど、これちょっとカメラ越しでわかるかわからないんですけど、このトゥルートーンっていうのは環境に合わせた色合いにしてくれるというモードではあるんですが、なぜか全般的に黄色くなるんですね。なんか画面がちょっと黄色くなってしまうので、私はいつもオフにしてます。そうすると今わかりましたかね。結構白くなったんですけど、これもう一回オンにしますね。なんか黄色みがかかっていくの分かりませんか、ね、ちょっと伝わるかは分かんないんですけど、なので私の好みとしてはもうちょっと白い方がいいかなということで、このオフにしています。続いて二つ目がここにある自動ロックですね。ここが初めは初期設定だと30秒になってます。私ちょっと今撮影のためになしにしてたんですけど、30秒って結構早くないですか。すぐ暗くなっちゃうんで、本なんか読んでたりウェブなんか見てたりするとすぐ暗くなってしまうので、私は長めに撮ってます。今は撮影のためになしにしてましたけど、大概私は5分にしてます。ただここは好みによるので、全く切りたくないっていう人はなしにしてもいいと思うし、本当に省電力にしたいっていうのであれば30秒っていうのはいいかもしれません。ただ自分でロックすればいいだけの話なので、この30秒はちょっと早いかなとは思います。はい、続いては Siri と検索ですね。はい、Siri と検索はこの設定の中のここ Siri と検索ですね。ここを押してもらって、はい、これだけ項目がありますけども、一番上のSiri を聞き取るですね。これちょっと言ってしまうと皆さん起動してしまうと思うのでちょっと言いませんけど、これをですね、一応私はいつもオフにしてます。っていうのはですね、ずっと聞いてる状態になってしまって、 iPhone 自体も少しバッテリーを待機状態で使いますし、サイドボタンをね長押しで使えるので、使いたい時はそれで使うようにしてます。まあ基本的にはね、私の場合はアプローチがあるっていうのもあるんですけれども、ここはオフにしてます。そして電力もちょっと抑えているイメージです。Siri 自体はとても便利なので、使うのはとてもいいことだと思います。続いてはアクセシビリティのところに行きます。これもその設定の中にあります。アクセシビリティ、ここですね。アクセシビリティをタップして、画面表示とテキストサイズ、ここです。はい。そしてこの画面表示とテキストサイズの一番下ですね。一番下に明るさの自動調節ってあるんですけれども、これがですね、私は結構自動調節は信じてません。明るいとこ行ったり暗いとこ行ったり、こうなんだろう、地下に入って、たり出たりすると、まあうまくやってくれようとはするんですけど、明るいのに暗かったり暗いのに明るかったり、ちょっと結構ね、まだそんなにうまくいかない時が多いので、私はオフにしてます。確かデフォルトでオンになってるので、好みによりますけども、ここをちょっと見直してみましょう。続いて位置情報ですね。位置情報サービスの方を確認していきましょう。位置情報は結構バッテリーを使ってしまうので、いろんな位置情報がオンとかオフとか、常に許可とか一度だけ許可とか、いろんな設定があります。なので常にになっているところは結構見直した方がいいものがあるので、ちょっと見ていきましょう。位置情報サービスはプライバシーの中にあります。設定のプライバシー。プライバシーから一番上の位置情報サービスのところですね。位置情報サービスオンになっているところ。はい。で、ここを見ると、今少ないんですけど、データ移行した人は多分かなりここに並んでると思います。ずらーっと並んでると思います。で、その中で見直してほしいのが、この今ドラクエウォークについてるような常にというところです。
全然位置情報関係ないものでもたまに常にがつきっぱなしになってるんで、それってずーっとアプリ動いてなくても常に位置情報見てしまうので、 iPhone SE 2とかだと前回やった時に MyAU とか AU の内容、契約内容を確認するやつが常になったりして、結構昔から入ってるアプリがそうなりやすいかもしれないので再確認しましょう。変更方法なんですけど、例えばドラッグウォークだったら常にとなってるところをタップして、これ選べるんです。なしか次回確認か、このアプ使用中のみ許可、まあドラッグウォークなんでね、一応その1、使ってる時は使用許可はしないといけないので、このアプの使用中のみ許可という風にしておけば省電力になります。なのでここたくさん出ている方はきちんと見直ししてみましょう。はい、続いて新しいマシンをせっかく買ったので、この設定、壁紙なんかを変えてみてはいかがでしょうか、ということで、壁紙なんですけれども、設定のところに、ここ壁紙というところがあります。で、壁紙を押して、ここを選べます。デフォルトで入ってる壁紙、いろいろ選べたりはするんですけど、もっと好きな画像は普通に設定できますので、今日は一例だけ、ウェブで検索して写真を保存して、それを壁紙にするという方法をご紹介します。例えば、ちょっと私はスティーブ・ジョブズが好きなので、ウェブでスティーブ・ジョブズと調べて、この通り写真がありますよね。でこの写真を長押しすると、ここで写真に追加というところがあるので、これ写真に追加しちゃいます。はい、これでこの写真アプリに追加されているので、この写真をタップします。そうすると写真アプリにスティーブ・ジョブズの写真が載ってますので、これは iPhone 4ですかね。 iPhone 4を発表している時の嬉しそうなスティーブ・ジョブズです。スティーブ・ジョブズを壁紙にしたいと思ったら、ここを1回タップします。そうすると左下の方にこの上矢印のマークですね、これをタップして、そうするとこの写真をどうするかっていうのが出てくるので、ここで壁紙に設定というのがあるので、壁紙に設定、はい、こう出てきたらちょっと大きさを調節して、こんな感じですかね。ここで設定のボタンを押します。設定、そうするとロック中かホーム画面か、もしくは両方か、ロック中の画面に出すか、普通のホーム画面の壁紙に出すか、それとも両方に出すかで選べるんですけど、これは両方にしましょう。はい、ロック画面、この通りスティーブ・ジョブズになりました。なんかいい写真ですね。このロックを解除すると、はい、この通り壁紙がスティーブ・ジョブズになってます。新しい端末にしたらね、ちょっと壁紙を変えて楽しみましょうという話です。はい、そして7つ目はアプリの整理です。最初の状態だとまあそんなにアプリは入ってないんですけど、やっぱりね使っていくと少し増えていくと。私も初期状態から YouTube とかちょっとドラクエウォークとかちょっと入れたんですけれども、特にデータ移行した人はね、せっかく新しい端末にしたのでいろいろ整理した方がいいと思います。といった時にアプリの移動、例えば使いやすいやつはこの一番前のページに持ってきたり、使わないやつは後ろにまとめたりってしたりすると思うんですけども、その時にアプリを多分皆さん長押しして、ぐっと長押ししてこれをこう動かして次のページに行ってこう話してると思うんですけど、まあもちろんこれでもできるんですけど、これを一個ずつ、例えばこの4つ下の4つを全部次のページに移動したいだけなのに、一個ずつこれこうやってこうやって話してこうやってってやってるとすごくめんどくさいので、実はこれですね、結構皆さん知らないんですけど、例えば YouTube を一個動かし始めます。動かし始めたら他のアプリをタップするとなんとピッくっつくんです。1個持ってるところに、これ今4って出てるんですけど、4つ持ってるところですね。なのでこれをこっちのページに持っていって、ここで離せばバーン、一発で持ってくることができます。これかなり便利ですよね。なのでこのページをたくさん移動したいとしても、こうグッと持ってこう適当にこうパンポンポンと持っていって、こっちのページ行ってバッと離せばこの通り移動することができます。これはかなり便利なので覚えておいた方がいいと思います。ということで、せっかく買ったらここまで整理して綺麗にしてみましょう。はい、設定の見直しは完了したでしょうか。せっかくね iPhone の方をね、 iPhone の方を新しくしたので、今回のような設定をしたりしなかったり、また何かの時に思い出していただければと思います。最後にやったねアプリの整理とかは長く使っているとどうしても増えてくるので、たまに思い出して整理していただければと思います。またダークモードとかライトモードとか、常にダークだと確かにバッテリー節約にはなるんですけれども、ずっと暗い画面だと結構あれなんで、動画内でやっていたように自動での切り替えをうまく使うと良いと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画のように iPhone の裏技8000や iPhone 用の Suica の設定なども解説しておりますので、良ければ見ていってください。とても役に立ったという方はぜひ高評価とチャンネル登録の方をしていただいて、今後の動画でもお会いいたしましょう。それではさようなら。